ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。掴んだ、エルボーを入れていきます。組み合います。場外に落とします。リング下に降ります。意地を打ち込んでまいります。エルボー組みに行きます。リング内に戻ります。呼吸を整えています。あっとキャッチした。ねちっこい展開に移行してまいります。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのは感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。行くのか、フライングメイヤー。おっと、腕を固めてのスリーパーに持ってまいります。ゼロワンの中でも屈指の当たりの強さを誇りますこの田中将人。この男と対戦した外国人選手たちが一様に脅威を訴える。田中ジャパンの弾丸エルボーが今日も炸裂するのでありましょうか。完全燃焼という言葉はこの田中将人のためにある。おわっ、逆に起き上がった。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。ホイップしてまいります。蹴ってまいります。抱えます。腕を殺してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。逆にバックに回った。これを食うと苦しいですね。そうですね、今の技は垂直に落ちましたからね。さあロメロスペシャル釣り天井です。ロープブレイク、ロックアップ、返してまいります。この辺りのグランド殺法なんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうかペースに持っていきますからね。あ、そうですか。ブロックします。カイナ力で締め上げてまいります。掴んだ、ボディースラムで投げてまいります。強烈に締め上げてまいります。ロープにブレイクしました。ロックアップ、ボディースラム、フェイスロックに入ります。掴んだ、キックを打っていきます。張ってまいります。ストンピングです。足を殺してまいります。リング上はキャメルクラッチの体勢です。ロープに逃れました。逆に投げてまいります。足首固めに持ってまいります。ロープブレイクです。抱えます。エルボーで返します。走り込んでのエルボー、レッグロックに捉えます。ロープブレイクです。組みに行きます。ロープに振って DDT で切り返します。気合を入れてまいります。掴みます。あっとエルボー、腕を決めてまいります。ロープブレイク、抱えます。このあたり切り返しいかがですか。今のはうまかったですよね。
行くのか。10分経過、返します。10 minutes pass。 起こします。フロントからのキック、あっと逆に捉えた。パンチで返します。腕を回します。ねちっこい展開に移行してまいります。腰を落とします。エルボーを振り落とします。腰を落とします。あっとリバースで返してまいります。引き起こします。エルボーを入れていきます。組み合います。ロープに飛ばした。スピア強烈、スタンディングを取らせます。バックに回ります。バックを取ります。バックに回ります。逆に返します。切り返します。行くのか、逆に返します。起こしてまいります。腕をフックします。反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。さあがっちり入ったぞ。これは強烈に決まってますね。そのままボムで叩きつけた。カウント 2.5。 ブレンバスター行くのか。バックに回った。腰に手を回した。バックを取り返す。あっとボムに持っていった。返した返した、返しました。組み合った、逆に返した。立たせていく。バックを取って背後を取り返す。今危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。起こした、トラースキック、ストンピング、抱き起こす。いけるか。あっと切り返した。引き起こす。今組み込みに入りましたよ。脳髄に響いたか。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。ピッコ、あっと返した。起こした。15分経過。タイガードライバーが決まった。2カウント、まだ足りません。ガジェット組み合った、締め上げていった。ハンマーを振りかざす。引き起こす。抜くのか。あっと逆に返した。立たせていく。タイガードライバー真下に落とした。直下式、カウント 2.5。 まだまだです。いけるか。ロープに振った。ねじ切らんばかりのフェイスロック、蹴り上げていく。フロントキック、足を殺していった。腕をフックした。タイガースープレックスホールド。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。くびれっこをつか、エルボーを入れていく。掴んだ。エルボーの連打。ガードした。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。抱き起こす。これは受け身取れないですよね。デインジャレス直下式。観客席が一気にヒートしています。ものすごいボルテージ。レッドゾーン突入か。バックを取って、バックを取り返す。逆にバックに回った。エルボーで切り返す。ラリアット、ここで持っていくのか。小股に挟んだ。リバースで返した。起こした。あっと逆に投げていった。さあ決まるか。うわ危ない。カウント2であります。組み合った。バックに回った。あータイガースプレックス85。エビに固める。ロープに逃れました。奥歯リバースで切り返した。抱き起こす。
フロントに捉えた。スライダーで投げていった。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。あっとバックに回った。抱えた。あっと返していった。首をかっ切るのか。どうか。ロープブレイク、ロープブレイク。ブロックした。ガジェット組み合った。ボディースラムで叩きつけた。放っていくのか。スーパーフライで飛んでいった。カウント 2.9。 重低音和太鼓。一気にスパークするのか。エルボー引き起こす。バットバックに回った。抱えた。ダブルアームスープレックス。立たせていく。頭を掴んで。させません。エルボー強烈。抱き起こす。首根っこを掴んだ。エルボーを打ち込む。蹴っていった。頭を掴んで。あっと逆に蹴っていった。いけるか。あっと逆に倒した。起こした。掴んだ。あっと逆にパンチ。あっとエルボー。あっと切り返した。引き起こす。組み合った。キック。腕をフックした。ああ